どうも、佐々木です。ミカエルです。はい、今日はですね、はい、サザンファミリーのよくある、うん、あるあるをやってみたいと思います。お、あるある、はい、うん、チャンネル登録よろしくお願いします。題しまして、はい、はい、それ絶対あるあるあるよね、10選でお送りいたします。10選、あ、はい、あるある10選、はい、あるあるって言ったら、まあね、ファンの人は、はい、あ、これあるよね、はい、あるよね、言われるけど、まあ、例えば、はい、今何時って聞かれたら、はい、そうね、大体ねって、はい、つい言ってしまいそうになるとか、はい、そういうやつね、はい、そうです、そうです、そういうやつね、はい、ひょっとしたら、はい、今言ったやつって、はい、ベスト、10選の中に入ってたとか、はいはい、いや、入ってないです。入ってないの、はい、ベタすぎて入ってないんですよ。あ、どうも、失礼しました、はいさすがにそこはもう、はい、それはもうベタすぎるから、さすがにちょっと省きましたということだよね、はい、例えばそういうこと、そういうことです、はい、そうです、楽しみです、はい、では、はい、10選行ってみたいと思います。はい、行ってみよう。はい、私ミカエルが、はい、調べてまいりましたので、はい、はい、行ってみます。はい、はい、まずですね、はい、ライブでエロい曲になると桑田さんより女性ダンサーを見てしまう。あるあるね、あるやろ、はい、あるやろうけど、はい、女性はどうなのかな。いや、気になりますね、やっぱり。あ、エロい感じね。そうです、そうです。エロい感じ、いや、エロい感じっていう、私は、はい、その エロい感じもちろん見ないですよ。なんていうんですか、その、はい、やっぱり女性ですからね、そんな、はいはい、いいな、若いっていいなって思ってるなんかこう、いや、いいなと思いますね。ラインがいいなとか、そうです、そうです、そうです、私もああいう肌ツヤがいいなとか、はい、ああいうこう若いピチピチの時があったな、いいなと思って見ております。はい、羨ましいなと思いますね。そうですね、はい、そうです、はい、あ、僕らね、やっぱりこう、はい、桑田さんの旦那さんの人って、はい、結構のエロ歌になってくると、はいはいはい、まあ、ほぼ下着に近いような、はいはい、いや、もうほぼ下着って下着やね、で、出てこられたりとかね、はい、するのがあるので、はいはい、どうしてもなんかこう、はい、目線が奪われがちかな、はい、っていう感じなんですかね、はい、もうモニターに映ったものなら釘付けですよ、ね、しまった、双眼鏡も忘れたみたいな確かに、はい、まあ、もうあるある認定ですね、はい、そうですね、はい、次ですね、うん、サザンのコンサート終わったばかりなのになぜか明日も行きたくなる。もう行きたいよね、行きたくて行きたくてですね、もう1年365日行きたいよねあ、そんな、でも小松さんが体が持たないんですけど、まあ、それぐらいの気持ちになりますもんね。そうそうそう、小松さんの体も持たないけど、はい、うちの家でも、ね、はい、そう、そういうことですもうそういうことですよいや、あるあるですよ、はい、そうですね、はい、です次ですね、はい、はい、カラオケで盛り上がると、うん、アリーナスタンド立ち見と思わず叫んでしまう。あるあるよ、それはあるよ、それなかったらおかしいよアリーナースタンド立ち見やっちゃうね、はい、まあ、もうこうね、うん、サザンファン同士で言ったらそれ言うたら盛り上がるから、そうですよね、そうですよね、はい、あるある、あるあるです、もう若くないんだから座っていいからってね、あるあるないんだからもうロックじゃないからとかって言うやるの最近ね、ねえ、そうですよね、もう座ってよ、座って次ですね、はい、はい、野菜売り場のピーマンを見るとにやけてくる、うん、でもまあにやけるというか、はい、もうね、はい、マンズラーが出てきますよねそうですよ ね僕たちの、ね、はい、ファン、はい、サザンファミリーの中では、はい、小原さんがのマンズラーの、ね、姿で、歌ってる、はい、ものがこう頭の通りに浮かんでくるので、はい、ついにやけてしまう、そうですね、はい、あるある人気です、はい、次はですね、はいはい、希望の輪立ちの、うん、情熱の重さは夜のうなぎに聞こえるのは私だけあ、え、あ、あれね、はい、行列の重さは夜のな、言ってるないや、夜のなぎやろ、夜のなぎ、いや、あ、そう言われたらうなぎって聞こえるし、言ってるわ、そんな言ってる意識はなかったけど、ね、そうやって言われたら、はい、意識したら、いや、もうこれからカラオケだったら絶対そこで笑ってしまうと思うわ絶対歌ってないと思ってる、聞こえないと思ってたけど、うなぎって言ってるような気がする
でも案外カラオケ行って、いやここってこんな風に歌ってたんやってのなんか、あるある、歌詞をねしっかり見ながらね、歌うと、そうですよね、ここってこんな風に、でも絶対うなぎにはうなぎとは出てこない絶対うなぎとは出てこない面白いですね、はい、はい、はい、次、はい、次ですね、桑田さんがステージから手を振ってくれるとき、はい、自分に振ってくれたとなぜか誤解してしまう。ああ誤解、あでも、ね、違うな、それもないな、でも私ありますね、いや私振ってくれたんかなと、なんか思わず思ってしまう、なんか、いやあれ違うの、うん、僕のことを見てるからもうあれはね、そのそんな気がするんじゃなくて見てるの、まあ、僕手振ったらね、僕も手振ってくれるからもうね、あの僕だけですから、それはねかもしれないんじゃなくて、ね、僕ですってみんな思ってるのよってみんな思ってるから、でも本当さ、皆さんそう思いますもんね、絶対、だからまあこれもね、で幸せな気持ちになるんですよね、なんか、はい、もうこれもあるある人間、はい、はい、次いきますね、ライブでエンディングの曲を聴くと明日から仕事がと思ってしまう、明日から仕事がある、あーって思ってしまうね、わかりますよね、もう明日から仕事か、はい、もうね、まああのこれ土曜日やったことないんやけどな、ああそうですよね、そうそうそう、日曜日のライブやったら、そうですよね、これ明日仕事がある、あそのままやね、まあでもね、うん、それ言うと、うん、僕は小学校とかな、はい、時に、はい、あの日曜日の、うん、なんか番組、サザエさんとか、あそうそう、サザエさんサザエさんとかが終わると、うん、なんかもう、はあ、明日学校やな、そうやね、そうそう、なんかちょっとなんかこの辺がなんかブルーな、そう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 、なんサザエさんがね終わったら明日学校やとかって思ってましたね、うん、そういうのなんかすごく嫌だな、はい、そうですよね、寂しい、これもね、はいはい、すごい分かります、寂しい思いをしますから、そうですよね、はい、はいはい、あるわね、はい、はい、次ですね、サザンのライブは一度行くと病みつきになる、ああもうそれは絶対そうですね、もう病みつきになりますね、もう中毒性があるというかね、はいはい、もうやめれないですね、もう本当にね、なんかこう脳内麻薬が出てくるというかもうなんかええようにされてますね、サダンに、はい、もう絶対ですね、はい、もうあるある言ってる、はい、はい、次ですね、はい、桑田さんの仲のいいアーティストや芸能人も好きになる、あこれも分かりますね、もうラジオでね、あの優しい遊びで、はい、なんかちょっとね、この間誰々と一緒にどこそこ行ってきてねとか、うん、誰々ちゃんがね、うん、あのなんか曲がいいとか言ってね、うん、ライブに来てくれたんだよとか言って、あそうですよね、そうなんやと思ったら、はい、もうね、はい、好きになるよね、そうですよね、偉、いなと思って、はい、そうですよね、それはやっぱ、はい、はい、じゃあ次いきますね、はい、はい、カラオケでサザンの曲を歌うとなぜか桑田さんのモノマネになってしまう、あるね、これはね、あります、あります、あのやっぱり普通に歌ったらなんかこう不安としてなんかこう歌えてないような気がするね、うん、そうですよね、うん、なんかこう上手に歌うとかっていうよりはやっぱりこう桑田さんになんか寄せる方がなんか歌うまく歌えてるような、ね、気がするっていうのはやっぱりあるよね、これはね、気持ちよくなりますよね、まあもちろん気持ちよく桑田さんに近く歌えたらね、なります間違いなくなりますね、はいはい、これはもう間違いなくあの認定です、はい、はい、以上10選です、10選、はい、全てあるある認定ということで、そうですよね、はい、はい、10選、はい、調べてまいりました、はい、ね、まあ、不安同士ね、こういうのでやっぱりその、はい、楽しんでね行くとやっぱり一番いいので、まあ、ぜひあの、はい、あなたのあるある、ね、あなただけのあるあるとかね、教えてください、あればコメント欄に入れていただきたいと思っております、はい、お待ちしてます、はい、はい、気に入っていただければこの動画もいいねを押してください、はい、でチャンネル登録は必ずあのベルマークの方も押していただいて通知ボタンです、そしたら通知ボタンの方からあの連絡がね、私の動画の連絡が飛びやすくなりますので、ぜひポチッとしておいてください、はい、ということでそれではまた次回の動画でお会いいたしましょう、あるある、チャンネル登録よろしくお願いします。